6月24日に行われた J1 第18節浦和対川崎の試合は1対1の拮抗した試合展開だったが、サポーターにとっては稀に見るクソ試合だったかもしれない。0対0で迎えた後半7分、浦和ゴールキーパー西川のフィードを川崎ゴールキーパー上福本がゴールマウスから遠く離れたところでヘディング。これを浦和の関根に拾われ、ロングシュートで1点を献上。わざわざゴールキーパーが出てくる必要があっただろうか。そしてその5分後、次は浦和に悲劇。最高峰でのゴールキーパー西川を含めたパス交換で岩尾からのバックパスのコントロールを誤り、ボールはそのままゴールイン。ありえないオンゴールに控えゴールキーパーの鈴木財音もこの表情。そして試合は1対1のまま終盤へ。ここで今村主審がご乱心。浦和のショルツがインターセプトしたところに川崎の小塚が危険なタック。これにブチ切れながらレッドカードを示し、小塚は何とも言えない表情に。さらに後半35分、そんな主審にフラストレーションが溜まっていたのか、ファールを取られた家長がお前頭大丈夫かと言わんばかりにこのジェスチャー。侮辱行為とされイエローカードが出された。そして主審はブチ切れ。強豪同士の一戦は互いのサポーターにとって歯がゆい試合となったことだろう。